新浜松駅は静岡県浜松市が各梶事にある遠州鉄道鉄道線の駅である。道線の起点、駅番号は01、東海旅客鉄道の浜松駅と相互の理解が可能。静岡県西部の政令指定都市、浜松市の中心に位置する。乗降客数は遠州鉄道において最多であり、近隣にある東海道新幹線と在来線の 東海道本線の浜松駅、浜松駅、バスターミナルとともに、静岡県西部における交通の拠点となっている。相対式ホーム2面2線の高架駅、直営駅で駅舎がある。ホームは3階、改札は2階にあり、2階から連絡橋で、円鉄百貨店本館につながっている。朝、夜を除き、列車の発車時刻は、 毎時0.1224.3648分に統一されており、乗客の利便を図っている。当駅から遠州病院駅までの区間は、新川を暗渠化した上に、高架区間が設けられている。また、同駅敷地は高架化される、以前の国鉄浜松駅構内跡地となっている。高架化以前は、現在のホテルクラウンパレス、浜松付近に立地していた。また、 発車メロディが導入されている。曲は、炎鉄グループソング、町と生きる。かつては、東部の打線や東部東上線の森林公園駅でも、使用されているメロディが使用されていた。元の駅名の、朝日町は、地名が由来。その後、国鉄に次いで、新しい浜松駅として、現在の、新浜松に改められた。 2019年度の乗車人員は303万4689人、降車人員は301万7154人であり、乗車、降車ともに、同線の全18駅中で最も多い。主として市内もしくは周辺部からの通学、通勤用に利用される。1980年度以降の年度ごとの乗車人員及び、降車人員は次の表の通りである。 なお、浜松駅、バスターミナル以外にも多摩地中央通りや、加治町などのバス停も近い。ありがとうございます。